どうもこのまるですきーたろですじゃあ今日は日プジオシ第9話の感想について話していきます、まあ、今日はさコンセプト評価5つのステージが見れててか待ってめっちゃ良くなかったもう全部良かったから感動したわすごかったよねいやマジですごかったこれはなかなかないよねこのパターンはほんにないないちょっと思い出して泣きそう <laughs> ないないないいやみんなすごいわと思ってね、うん 成長著しいしう,うん、うん、てか全員主役いやわかる、うん、ねなんかねわかるわかるなんかあのそのゆとり教育っぽいやつのさそのみんなシンデレラとかじゃない全員主役なそうそう本当わにかるわかるわかるかる <laughs> その個性が一人一人の個性がわかるし、うん、光ってるって思うもんねうんいやそうななんかその子の全力全部見れたみたいな感じだよねやっぱその一人一人の わわかかるかるいやそうなんいやだから全部すごいもう良かったしっていうか実験も出てステージももちろんでててなんかそのステージもさ、うん、ハイライトとワンカムショットみたいなワンカムバージョンもあってさいやなんか、うん、ワンカムはさもう本当音楽番組みたいな感じのやつで何これ超楽しめるじゃんと思ってさ。ねえそうステージ自体がめちゃくちゃ良かったからそういうさコンテンツも全部いいよね。 うん。いや、よかったわ。なんか、すごかったね。なんか、噂だとさ、関係ないけどさ、グローバル感を出すためにさ、あの、他国の人が、全然後ろの方だったけど、急に前に呼ばれて、なんかちょっとざわついてたみたいな見たんだけど、うん、<laughs> あの人たちは、なんか、あれや、みたいな、な <laughs> ったみたいなあれかってなった。<laughs> 入れ替えたんちょっとそういう前後入れ替えたっていうか <laughs> そう急に前に一番前に来ましたみたいなさ <laughs> あれがあったらしくてグローバル感出すためにう、ね、そうそうそう、うん、<laughs> まあまあまあそれを置いといていやなんかほんとメンバーみんな良かったから感動したちゃうてかえどこから行くいやまずあれじゃない流れ的には放出があってみたいなやつだったけど、うん、やっぱり結構押し出されたような感じでねみんないい,いよ大丈夫しょうがないよって言ってたけどやっぱ泣いてたからさすごい切なかったね うんそうだねやっぱり今回もうやっぱり日プだからあれなんかな投票制だったよねその1位から7位必要だと思う練習制を、まあ、書いてみたいなでもやっぱその書く時すっごいみんなほんとなんかもう書きたくないみたいな感じだったよねねえ優しいねと思ってうんいや <laughs> いやそうまあ <laughs> 優しいってかまあそうだねライバルっていうよりやっぱ仲間感強いからなんかなそうだねなんかその多分一人一人にさ、うん、その感謝してることとかあるだろうし 結果的にあの子の名前書かないのはなんかどうなんだろうってやっぱ思ったりするだろうねうん、うん、でも自分もやりたいしっていう葛藤だよね、うん、うんうんうんまあ、トキシックなんてさミユさんとハズキさんあとジョアちゃん3人も出てるからうん、うん、そうだねあとやっぱりその出てく時の感じねこれはもうどのシリーズ見ても胸が痛いやつだけどうんうんうん部屋出て ままずみみんなな人で固まってて泣いてみたいた、うん、そうだねあれが切なかったじゃん本当にしかみゆさんリーダーだったしねトキシックでそうだねでもそんなみゆさんが他の2人に対して、まあ、うちらにしかないチャンスやんみたいな、うん、泣きながらだけど鼓舞してる感じもすごいなんかグッときちゃったわかる彼女みゆさんさ ATG ってもちろんさリーダーがさその メナちゃんだったと思うんだけど、うん、なんかそのメナちゃんを多分、まあのメナちゃんももちろん尊重しつつなんか自分の役回りメンタル面を結構ケアしつつみたいなさ飯田さん雫さんも雫さんもなんかもうメンタルケアされてそうだったのね。のさ雫さんもそのやっぱなんかおあんなに頼もしく見える雫さんですらやっぱり。 こうちょっと頼れる存在っていう感じだったから、うん、やっぱみルさんのそういうところはほんとすごいなと思ってうんいやすごかったなんかあのねやっぱり支える感じねうんあとまあエンミーはリノンちゃんが残念ながらっていう感じだったけどね、うん、でもなんかリノンちゃんさ結果論だけどさ ATG のなんかラップの感じ健太さんも言ってたけどすごい良かったよね うんいやそうやっぱりのんちゃん来たからこそそのなんかラップの感じだから厚みが増すっていうかさステージにうんうん、うん、だってりのんちゃん先に行っちゃうとさチッキも結構再生いいんよあそうなんだいや来とるんマジでりのんの波来とるんよいやー来とるねそれはねうんでやっぱさ放出のところで言ったらあのポップコーン組がさその新しいメンバーを受け入れる時になんか お主私のことが見えるのかみたいな,なんかああいうさちょっとかぶり物かぶってすごいウェルカムみたいな感じでやっとったんがすごいやっぱやんじゃぼうやんじゃガール思い出してすごいねよかったあわかるわかるてかさどっちも ATG もすごいいい雰囲気だったよね、うん、どちらもうんあ本ほんとほんとそうそう優しい子たちしかおらんが最近はなんかんねね<ー> <laughs> いい子たちと思って泣けるよねマジでほんといい子たちでさまあステージの感想なんだけどさ まあちょっと純不動になるけどやっぱり最後に見たトキシックがさや,ばかった、ね、ねやっぱスキルが高い方がすごい多いし私結城、うん、さんやばいと思って結城さんの感じすごい好きなもうワンピックやちゃうやばいじゃん結城さんやばいよねやばいわかるめっちゃやばい結城さんはデビューした後のあれがすごい想像できるじゃんこの感じこのコンセプトをここまで消化できる方ってやっぱそんな多くないから でなんかいろんなビジュアルもハマりそうなのがもう想像できて結城さんはやばいと思っていやー、ね、結城さんも結構ねチッケムまあまあいいと思うんだけどいやなんかその感じでこう票も増えてほしいなと思ってまずちょっとファイナル若干危ないから残ってもろって、うん、みたいなでもなんかこのステージの感じ見たらファイナル残れる前提で考えるとワンピック強い気するあ本当 うん、いやーなんか急にちょっとワンピック感あってなんかちょっと「あれこの感じ?」みたいななんかさ<ー>ワンピックになった時ってさなんかちょっとザワザワするじゃんいろいろ大丈夫かなっていうやっぱ心配はすごいんよねいやでもねその感じね僕のヒロムの時と一緒よ僕も最後にワンピックあったからヒロム <laughs> そっかー、まあ、ヒロムしかもさ、うん、なんかあれだよね位位から2位だだっったんだっけそうそうそうだから大丈夫よ わ、うん、あちょっとそう分からんけどでもなんかま,あま,あまずは残ってくれるといいなと思ったじゃん,うん、うん、そうだねまあ一つでも多くステージ見たいもんねああそうそうだし結城さんは結構トレーナーの人にすごいやっぱり「結城はえぐ」とかさテルマさん言われてたりそうなんか夢木先生もさやっぱりあんなにさ夢切ってプレート変えても厳しいぐらいのもうちょっと <laughs> もうちょっとなんかこうやってほしかったですねみたいな言うぐらいしかこんな厳しいゆめきさんもやっぱ褒めてたもんねうんうん そうだね確かにゆめき先生結構買ってるよねなんかあの前回の放送とかもそうだったけど「うんうん、ゆうきに一番いいじゃん」とか言ってくれたりとかねうん、うん、多分ダンスでなんかあるんだろうねこうダンサーが見てもおおって思うあれがあるんだろうねうん、うん、ゆきさんにそうだねあとはココナちゃん佐々木のココナちゃんもすごい,いやゆめき先生にさ「何コ,コナ覚醒してるやん」みたいな <laughs> してるよね <laughs> <laughs> うん めっちゃしてたあのさそのちょい見せん時もさココナさんパッて最初に映ったからすごいなと思ったけどやっぱ通してみてやっぱほんとよかったね、うん、いやだしやっぱあれだけ結構ビシバシさもういい加減から破れみたいなさ感じだったじゃんやっぱトレーナーの先生がさうまいこと引き出してくれたよね彼女のこう表現とかをそうだねうんやっぱりのさんがさ 上手いいとと思う人と一緒にこうミラーしろ真似しろろみたいなさやってたじゃん、うん、やっぱあそこでさ目つき結構さココナちゃんも変わってさなんか食らいついてる感じとかで結構おーおおと思ったんよほんとにああそうだねランちゃんと迎えたりとかつくしちゃんと迎えてるとだよねそうランちゃんつくしちゃんからしたらたまったもんじゃないと思うけど急に来たみたいなさ <laughs> <laughs> そう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 へえみたいなさやつだったけどあれはココナさんにとってはすごい必要なやつだったなと思ってなんかうん こう殻破れって言われても言われるだけじゃ多分あれ難しかったんじゃないかなと思うからああいう風にこういう感覚だよっていうのをさなんかやらせたんがすごい上手いなと思ってさ。てか莉乃さんそういうさ一人一人個人に合ったさそういういややつやるよねなんかこれまでもそうやって殻破ってきた子たちいっぱい見てきたけど毎回違うパターンっていうかさ、うん、うんすごいねいやすごいよね。さすがだったわ あとココナさん三重県のど田舎で育ったっていうのです,、ね、すげえ親近感湧いたんだけどわ <laughs> かるなんかなんか田んぼラメンジしなかったあの子 <laughs> そうそう田んぼのところさ田んぼかな、うん、なんかわかるなんか畑みたいなところのさ、うん、その引きで映ったやつすげえいいなと思って。 そうしかもさスタイルはすごいからさ <laughs> あ<の>そ,うそうそう逸材感すごくて <laughs> うんなんかいいねなんかそういう大自然が大自然とかそういうところが生んだ美女みたいなねうんわかるわかる、うん、あとさ余談だだだけどナノさんとユキさんんんとサークルの先輩後輩後ったんだねいやそうそうそうなんか私もこの間この放送の前でポストでなんか見てあそうだったんだと思ってさ、うん あ詳しい方はもうそっか最初から知られてたかもしれないけどそう僕初めて知ってうん、うん、あすごい同じサークルから2人さオーディション生同じオーディション、うん、ね受かってしかもここまで残ってってすごいよね。 いやそうそうそうてかなんならね始まる前にこうサークルからこの2人が出ますみたいなもも見た気がするんで、ね、でもやっぱその時誰が誰やらみたいな状態だったからあんま分かってなくてそう,、ねうん、そうそう私なんか多分結城さんとあの安藤さんだと思ったんでなんなら <laughs> あの,ああのなんかそうそうそしたら菜野さんでさあなるほどねみたいな,、うん、なんかだからさあのさこの間ちょ,ちょい店順位でさ2人並べてやったんかなと思ってあそっか並んどったもんねなんかそういうさ ね、なんか仲間的なやつでさ、うん、なんか出してきたんかなと思って、うん、まあそういうさ2人の交流みたいなのも今回初めて見れたじゃんうんそうだねうんなんかすごい後輩感急に後輩感のある結城さんとあのお姉、ね、さんあ待ってお姉さん感がある菜野 <laughs> さんみたいなさ <laughs> <laughs> なんかその感じすごい良かったよねうんうん確かに確かに。 あとはさそのエンミーエンミーはほらステージ自体もさ1位だったわけだけどやっぱ本当にメンバーがそもそももめちゃ強いよね。うんでもなんかさあれだったねそうもちろんさパフォーマンスも良かったしねつづみちゃん、うん、やっぱボーカルが本当に本当にすごいあのエネルギーもすごいしボーカルもすごいしスターだなと思ったりしたんだけど。 なんかそもそもさその先生とかがさ結構ここは本当いろいろありましたよねみたいなさ、うん、<laughs> そうそうこと言ったりなんか、まあ、本番直前のやつとかでもやっぱりさこうなんかプロ変にプロっぽい感じについてちょっと怒ってたじゃん。うん、あありのさんプロぶってほしくないみたいな言ってたよね。そう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 んかそんなあれだったんかなと思ってでもなんか、まあん描写的に分からんくてその感じ。 そうだねなんかちょっとあんまりその触れてくれなかったところはあるよねうんまあなんか噂だとすごいやっぱ琴さんも体調不良だったしなんか練習が3人しかいない時もあったみたいなで相田さんはもちろんいたみたいな。あちもちろんさんあいつさ2人の時でもおるぐらいだもんね3人いるよね3人の時も。そ <laughs> そうそう,そう <laughs> イさん何になんかウイルス全て強いいみたいになっとるんだ今 <laughs> あすごい体つ強いっていうかまあね、まあ、しょうがない、うん、そういうのはタイミングとかもあるからあれだけどそう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 ,だったそう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 とかもあるからもしかしたらいろいろそわなかったりとかまあ例えばみゆウさんが、うん、あのなんか噂だと結構喋るとる時現場でみんなの前で喋るとる時全然声出てなくて。 なんか大丈夫かなと思ったら本番で出れたとか、うん、なんかそういうのは聞いたりしたんだけどミュウさんはすごいねでも <laughs> そう思ったらすごいねえだってそんなことみじんも感じなかったよそのやっぱ、ね、おうおう結構ミュウさんもさサビのバタフライって言ってたからうん、うん、私綺麗だったしねわかるで顔も綺麗だしみたいなさいやそれはそう <laughs> <laughs> うちら大好きなでこ出しなんだから彼女のいやそうでもうみゆさんでこ出し大正解わ <laughs> かる しかもさミウさんさなんかそのエンミーがやっぱりさ 1, あの1位のチームだったからなんか順位発表されてたじゃんその目の前でさ個人の順位、うん、アイラさんにでやっぱ7位かなみたいな時にちょっともうほぼ7位みたいな顔をしてプーってしとってプーも可愛いなと思って <laughs> <laughs> そうちょっとふてくされミウさんプーみたいなそう <laughs> ミウさんでも結果チームで2位だったもんねそうだねしかも あれちょっとごめん記憶で話すけどさつづみさんと1票差ぐらいだったよね確かうんづみさん36票みゆさん35票いやそうなんてかそのつみたかみが36じゃなかったで1位同率1位なよねベネフィットとかなかったらそうだねうんそうだそうだでさらに35票はみゆさんとんちゃんなみゆらんしとるまたここえ待ってすごいねでしょなんかさ、うん すごいなんかいいよね組み合わせもいいしさ <laughs> なんか確かにそう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 いいよね前回引き続きじゃんつづみさんさ高見同票みたいな高見とゆくたんと同じだねそうそう,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 そう同票のだからもうそうそうそうすごい熱いよねここね熱いあとつづみさんがさその一発目のバーーフライって歌った時にさその控え室映った時にしずくさんと ユイちゃんがなんか二人でわーみたいなそのヒーロー組がさなんか見守ってわーって叫んでる感じとかもすごい良かったわかるあのボーカルラインだもんねいわゆるねボーカルラインが喜んでる感じがすごい良かったよねそうそうそう,そう,そう,そうだかそのバーダーフラーのとこめっちゃ良かったよねいやそうもなんか一発目これは私絶対歌いたいみたいなさ言ってたけどそうですうんありがとう <laughs> みたいな あの都みさんに一回歌われたらもう他できん気がするわ若干、うん、<laughs> そう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 いやそうわかるもうなんかひれ伏す感じもうは,ははって感じうんねもうそれぐらいすごかったよねインパクトでかかったしなんか現場も、うん、結構現場の噂だと音量がすごい大きくてあんまり歌声聞こえんかったみたいな噂あったんねなるほどなるほど、まあ、逆になんかそうか音大きくて声まで聞こえんみたいなそうそうそうでも都みさんはやっぱりすごい聞こえてきたらしくて <laughs> <laughs> うんそれを思ったらやっぱり投票は入りやすいだろうなとも思ったりしたわもちろんすご,うんすごいからさうん確かに確かにで,でさあとは A.2G なんだけどここはさそもそもメンバーのほとんどが結構違う曲やりたいみたいな選択しててみたいなチームだったねうんうんまあでももちろんあのあれか誰が振り付けしたか知ってるっていうさあれがあって、うん、僕だよみたいなさ僕 僕が振り付けしたのたのみいなやつだったじゃんまあだからそこでさ「うん、へえへーみたいになってさ <laughs> なんか本気でやってほしいみたいなさやっぱ熱を伝えられたからなんかそこから結構みんな一気に、うん、なんか取り組み出してどんどんこの曲やっぱ好きになるしうんなんかみんな実力も上がってきてるから楽しそうになってきてるみたいなね。うんそうだねチーム感っていうかめちゃくちゃチームワークがよくてさ。うううん、うん、うん どどんどん良くなってたししかもさパルタンも学校やめたんだねいやー思ったもうすごいなんかメナさんはさそう情報としてなんかやめたみたいなさ最初の方に聞いてたけどパルタンもなんか結構ね後半のタイミングでもういけなくなってみたいなね、うんうんうん、いやーすごいねみんな覚悟やっぱすごいよね、まあ、あとはさあれじゃない分量なかったけど神楽ちゃんめっちゃ上手くなってったよね本当にかかったてほんさん なんかすごいスタイルいいいよね <laughs> いや,ーいやーすごいすごい、うん、なんか最後にみんなでさあの曲でポーズ撮る時さなんか神楽ちゃん、うん、そうみんなの身長に合わせてすごいしゃがんでって足のまぎがすごかったんで <laughs> 大変と思って <laughs> 大変だねと思ってそっかそうそうそうでもここやっぱめなさんもそうよかったね輝とったねうんいやそうすごい引っ張ってたやっぱセンターとしてねねなんかさ練習段階だとやっぱり音程がこうなかなか取れなくて どううしようって感じだったけどやっぱみんなが結構サポートしてあげてたからその本番さそういうズレみたいな,なんかなかったと思うからすごいなと思ってさ、うん、ねえいやここも良かったなでまあそもそも最初にステージ披露あったのは小悪魔多分ステージ順だったんだよね放送もねうんうんうんで最初は小悪魔だったわけだけど小悪魔は18拍式までやってたセンターのエマちゃんが、まあね、残念ながら脱落して、まあ、エマちゃんの胸を張らそうみたいなとこからスタートしてたね うんうんうん、でゆららさんがねセンターに来てっていうやつで,でもここみんなうまかったしその、ね、トレーナー先生も言ってたけど、うん、みんなゆみんな輝いてたね本当に。そにおっしゃる通りめっちゃ良かったうんステージめちゃくちゃ楽しんでたもんうんなんか私でもりのさんの感じすごい良かったわ本当に。にあ莉乃さんめっちゃ良かったよねめっちゃ良かったうまいし見せ方いいしちょっとうんなんかちょっとなんか違う感じしたわ プロ,プロって感じうん,うん、うんうん、ああそうだねなんかちょっとわかる安定感半端ないもんあとはさちゃんとコンセプト理解しようとしててやっぱトキシックとの差別化みたいなちゃんと向こうは向こうで同じコンセプトなんてさその同じコンセプトなわけがないんだからちゃんと理解して私たちは私たちのみたいな感じでやってったのもすごいよかったあわかるわかる確かにかぶりがちってかかぶりそうな感じだもんね、うん、ちょっとパッと見た時に。うん そそうそうパッとね何も考えずにやってそんな感じになるけどちゃんと理解して本質をみたいなねうううんうん、うんで「ポップコーン」あちゃ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 ポップコーン本位先生もね <laughs> 言っとったもんねそう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 ,そう,そうあセリりさんがセンターでっていうセリナさんねすごい良かったよ、ねうん、いや良かったちょっと直前にね腰の方痛めててさねそういうとこもあったんだというところもありつつも最後めちゃステージは良かったよね わかるかるわかかなんかあとセレナさんがそもそも何かあの大阪弁関西の方だから大阪の方だからやっぱ関西弁に話すからすごい私ほらもともと NMB オタやねんかナンバーオタだから。 すごいなんか親近感湧くっていうかこれこれこれ <laughs> みたいななんか死ぬ気でとかさなんか勝ち取りに行きますとかそういう感じのこと言っとったんよこれこれと思って<ー>そうそう言いそうと思ってナバーの子言いそうナバーの子言いそうやろだからその感じすごいなんかねグッ、うん、ときてしまったわうわこれはと思ってナンバオタギはちょっと刺さるやつやと思って、うん、確かにセリナさんよかったな うんね世界の中心はナンバやみたいな感じの気持ちになったよね。大阪や, <laughs> やナンバーチッみたいな。そう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 大阪やだ。<laughs> 何ケースのアルバム？どんなやつっけ？えなんかホース持ってプシャーってや,っとるやつ。<laughs> 水着でね水着の並べたさメンバーを並べて水ホースプシャーってやっとる。何やね。<laughs> どんなジャケット買ったちゃよ。<laughs> 得点が結構豪華ないよねそうそうそう <laughs> いやまあまあそんなね置いといてうん確かにセリナさんもグループにおったらんかいいだろうなってすごい感じたもんなんかかる分かる,分かるあのポップコーンあパッカのエナジーみたいなあったよね彼女もともと持ってそうな感じ、うんまあ、ゆめき先生もなんか「ポップコーン食べながら見たくなるぐらい」みたいな,なんか弾けてたって言ってたけど可愛い,いよね <laughs> ゆめき可愛い,いになっちゃっちた、うん、結局 いやでもさはじけてたって言うけどいやあなたの衣装の方がはじけてたよみたいななんかすごい放射線上にさなんかパーみたいな放射線上の中心がさ難波自粛士とってさヤバかった <laughs> 何屋の衣装とって <laughs> 何屋の衣装ってならなかった世界の中心は, <laughs> 中心はみたいな,たいな <laughs> 世界の中心はってなったよねあれ <laughs> 確かにすかね難波自粛士と。 やばいよね、なや、いいよね、まあ、んな、あんなアーティスティックなん切れてね。さすがだよねしおしゃれ、おしゃれ。いや、負けて、負けてなかったよ、あの柄に。あ、あとさ、パフコンはさ、あのさくらさん、やっぱ良かったね。いや、さくち、いや、めっちゃ良かった、めっちゃ良かった。ね、さくちさ、もっと順位上じゃないって、やっぱ思ったもん。本当に。そう、いや、さくちレベルだって、もっと上がってもいいけど、いかんせんも、みんないいから、ひしめき合っとっから、しょうがないんだろうけど。 サクチーパーも本当グループに欲しいってなったわわかる、まあ、現場表も良かったしねサクチーはうんうんうんで以上でね今回は日プ女子の第9話の、まあ、全体的なね感想を話してったんだけどいや本当やっぱステージがいいから本当最高だったねでもそれだけにファイナル誰行くんみたいな <laughs> ね<ー>む,むずくないマジでむずいしかもやっぱこれだけ良かったからさもどかしいよねやっぱ投票期間がさその放送の日までだったしまあ ちょい店あったにせよやっぱりフルで見てこそみたいな感じだったからうんいやそうだね、うん、その通りやっちゃうんか本当間に合ってって思う子ばっかり本当にわかるねこれ本当なんで投票期間のおばさん買ったんかね本当 <laughs> に<ー><ー>まあ収録してファイナルの練習してって考えたらやっぱ1週間ぐらいでないといけんからってのも分かるんだけどねうん、うん、むずいよね、うん、まあだからさ日畜女子の次の放送が楽しみだよね そうだね。<noise>